重量級1回戦を行います。第1試合、赤ゼッケン164番斉藤、白ゼッケン165番加藤。Ready? Ready? 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 Ready?
白、生駒選手の技ありを含む判定勝ちです。
ただいまより小学3年生女子軽量級の1回戦を行います。第6試合、赤ゼッケン370番山崎、白ゼッケン371番中川。
Thank you.
続きまして第11試合、赤ゼッケン167番斉藤、白ゼッケン168番太田。ただいまの試合、白太田選手の一本勝ちです。続きまして第12試合、赤ゼッケン170番宮本、白ゼッケン171番安藤。試合が進んでいると選手が無理がかなったので会場に向けますが、今までの今度の選手がありました。試合が終わりました選手が会場に向けて会場してください。
生女子軽量級の2回戦を行います。第14試合、赤ゼッケン368番安藤、白ゼッケン369番沖崎。
試合、白宮西選手の技ありを含む判定勝ちです。ここで審判団を交代いたします。では審判団をご覧ください。続きまして第17試合、赤ゼッケン377番、備前、白ゼッケン378番、桑野。
合、赤ゼッケン390番鈴木、白ゼッケン391番木村、
Oh,
ください。赤ゼッケン368番安藤、白ゼッケン372番石田。Fire! Fire! 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 F
合5対0をもちまして白桑野選手の判定勝ちです。ただいまより小学3年生女子重量級の準々決勝を開始いたします。第26試合赤ゼッケン388番、緑白ゼッケン391番、木村よし、どれ？
Ah!
け勝ちです。ただいまより小学3年生女子重量級の準決勝を行います。第30試合、赤ゼッケン391番、木村、白ゼッケン396番、尾崎。
ちらのポーズコードをご利用ください。試合の終了後は速やかに歩きながら退出するようご協力をお願いいたします。